第2節、病気の症状は、自然からのありがたい警告であり、この警告に感謝が必要である。病気の症状とは、すべて肉体が本能的に健康を回復しようと努力している姿です。熱が出るのは、代謝速度を上げて外力を排泄しようと、体の自然治癒力が全力で働いているからです。痛みがあるのは、そこに血液を集めて害毒を除こうとしているからです。嘔吐や下痢は、口から入った毒物を一刻も早く体外に出そうとしている体の防御反応なのです。食欲がなくなるのは食べるなという体の警告ですし、体がだるいのはあまり動き回るなという警告です。病気の症状とは、自動車の警告とウォーニングランプのような役割をしています。自動車には、その安全走行を確保するために、運転席にいくつかの警告灯がついています。飛行機の操縦席は警告灯だらけです。エンジンが過熱したり、油圧が低下したり、燃料が不足したりすると、警告灯は点灯して危険を運転手に知らせます。病気の症状は、この警告灯と同じであると言えます。警告灯が点灯した人、すなわち、病気の症状が出た人は、一度自らを振り返って、自分の心と体を隅々まで、しっかり点検してみる必要があります。静かに自らを反省し、病気になった原因について深く考えてみる必要があります。この反省をせずに痛み、止めなどの一時しのぎの症状隠しの治療をすることは、自動車で言えば目障りだと警告灯を取り外すのと同じになります。警告灯を取り外した自動車は、そのうち大事故を起こすか、故障して使用不能になることでしょう。病気の症状は、自然からのありがたい警告です。こんなことをしていると、そのうちに体が取り返しのつかない状態になるよ。と自然に備わった本能が、体の中で警告のブザーを鳴らしているのです。一刻も早くブザーが鳴った原因を究明して、その原因を取り除く必要があります。ブザーが鳴っている原因を確かめもせずに、うるさいからとブザーを取り外してしまった人が、癌を染めする生活習慣病で天寿を全うできず早死にするのです。病気を嫌ってはいけません。病気に感謝ができる胃になる必要があります。病気のおかげで、人は、その人生の誤りに気づくことができるのです。一病息災と言われるのは、これを指しています。病気になれない病気、というものがあります。自動車で言えば、警告灯が全くないと同じ状態を言います。このような人が、あんな元気な人がどうしたのかと思い、あっけなく急死することになるのです。病気があるために、人間は簡単に死なずに済むのです。眼病層でさえ、体がそこに自然に血液浄化装置を作っていると考えることもできます。眼病層が作れない人は、ぽっくりと急死するしかありません。この眼病層が、その中に汚いものを封じ込めて、体の破滅を食い止めている間に、正しい手を打てば、眼病層は必要なくなり消失するでしょう。かなり進行したがん患者の眼病層を、外科的に手術で切除できるからといって、無理やり切除すると、手術自体は成功しても、医者の意図とは逆に、他の病気を併発して、あっという間に急死したり、手術の後で、短期間に、体中に眼病層が広がり、手術をしなかった場合より寿命を縮めてしまう事態が時々あります。これを外科医の世界で、癌が起こったと呼びます。おそらくこのような人にとっては、眼病層は必要だったのでしょう。癌にかかったことが分かったら意気消沈するのではなく、まず癌に感謝するのです。自分自身の自然治癒力という神のごとき存在が、体の中の毒素が全身に散らないようにと、癌という堤防を築いてくれているのです。まず心から感謝して、それからがんを起こさないような正しい健康法を守り、基地の流れをきれいに浄化することです。がんができたことに感謝ができる意の心境になれば、がんも喜んでその役目を終えて引っ込むと思います。